番アルバムの中で、まあ、リリース順で踏まえると古い曲が、こういうなんだろうな、全体像をこう帰結させる大きな、僕はあの母みたいな曲だなと思ってるんですけど、このアルバムのやっぱあの曲が、それがやっぱその2009年だ、椎名さんがさっきおっしゃったように、その日本がね、まあ、今よりはどんよりまだしてなかったかなとは思うんですけども、その頃に作られた曲がこう今こうこのアルバムの最後に来て響くっていうことを、すごく、あとなんだろう、さっきも言いましたけど、その音楽の喜びみたいなものをね、改めて感じさせてくれるっていう役割を担ってるのが、いやだから、すごい伏線の回収がすごいなって本人も言ったんですけどね、この間。コツコツやってっからね、割とね、コツコツタイプだっておっしゃってましたもんね。そうなんですよ ね、信じらんないって言われちゃうと本当に心外で、感情的になっちゃうんですけど、あ、怒ってるって解釈した方がいいですか、僕のことを。今この間も怒ってた、なるほど、この間こんな怒ってなかったと思うんですけどね。あ、そうですか。顔で分かんなかった。分かります、今はすごく怒ってる。あの時は分からなかったからごめんなさいね。なるほど、本当にすいませんでした。なるほど。2回繰り返す時って怪しいですよね、人がなるほどとか、あ、そうですとか言う時って、何かをはらんでる時、そして隠してる時っていうこと多いですよね。僕はこっから何も喋れなくなる。なる、そうか。いやでも椎名さん、本当にそういうコツコツタイプ、うさぎと亀で言ったら私は亀だっておっしゃるんですけども、はい。